乃木坂46公式ライバルグループ、僕が見たかった青空がパーソナリティを務める新レギュラー番組、僕が見たかった青空の青天の霹靂、文化放送、毎週月曜26時がスタートすることが分かった。初回放送は10月2日となる、僕が見たかった青空、V コーブリレギュラーラジオ番組決定。今年8月にデビューしたばかりの同グループがレギュラーラジオ番組を担当するのは初。当番組の特徴は、週替わりで出演する2人の僕青メンバーの他に、ディレクター役のメンバーも登場。スタジオ外からトークバックや SE などを駆使して番組を演出するなど、これまでのアイドルラジオ番組に止まらないチャレンジングな構成でリスナーに驚きを与え、まさに青天の霹靂のような番組を目指す。さらに当番組では、番組をより深く楽しむための番組会員サイトをオープン。有料会員、月額480円に登録すると、ラジオ音源のアーカイブのほか、オフショットトークやディレクター役のメンバーに焦点を当てたオリジナル映像コンテンツなど、さらに番組を楽しむことができる。番組会員サイトのオープン日や詳細は後日、番組公式 X や文化放送サイトにて発表される。今回の番組スタートにあたり、初回出演メンバーとなる西森杏美は、話すことが大好きなので、メンバーの個性を引き出せる楽しい番組にしていきたいです。八木仁愛は、すごく緊張していますが、僕青23名の魅力を伝えられるように精一杯頑張ります。柳堀可憐は、僕青からお送りするこの番組を通してよりたくさんの方に笑顔や元気をお届けできるように頑張ります。とコメントした。